はい、1日経った状態です。はい、あの辺から光ってるから分かると思うんですけど、あの辺からずっと、あ、こっちは分かんない。まあ、その、あ、まあこの僕の影がある辺まで水が溜まってます。もうちょっと向こうまであるのかな。はい、で今ちょっとここ僕が歩いたんですけど、ちょこう綺麗な水が来てますね。これは多分湧いてる水だと思うんですよね。かこの土手から来たこの雪解け水なんすかね。でもどちらにせよ雪解け水がここに来たとしても湧き水は湧き水です。はい、まあ今までこんなことなかったんですけどね、ちょっと今年変おかしいですよね、いろいろと。はい、こっち多分 MF ハマった後ですね。いやーすげえ。まあちょっとこんな感じで様子見ますけども、ここに水溜まってるってことは効果は出てるってことですね。はい、もうちょっとあと3日ぐらい、もう3日ぐらい置けばもう作業できますね。こっちから向こうは、はい、できます多分。まあまだもうちょっと僕がいるこの辺は様子見なんですけど、多分この山から向こう側は普通に作業できると思います。もうまあまだちょっと早いかなって感じはしますけど、多分もうスタブル引けると思いますよこの辺は。はい、ロータリーはあんまり小ごりになっちゃうかもしれないんで良くないかもしれないですけど、もう多分引けるとは思います。はい、一応まあ明鏡の効果はこんな感じです。いやー、こんなすぐ出るとは思わなかったです。まあまあなんじゃないですかね。まあこれで効果ちゃんと出てるのかわかんないですけど、ちょっとまだわかんないですね。ここに水が溜まってるんで、はい、まあこの穴ちょっと埋めないようにしないといけないですね今年は。はい、難しい。ちょっと残ってれば今年の梅雨の時期とかもちょっと見てみたいですね、どういう効果が出るか。はい、まあこんな感じです。